くりした。ただいまぐらい言ってよ。え、玄関ドア開けた？全然ガチャとか音聞こえなかったんだけど。おかえり。あ、頼んでた惣菜買ってきてくれた？昨日言ってたやつ、あのほうれん草と。あー忘れた。うん、まあそんなことだろうと思った。お腹空いてる？今家に何もないからさ、近くのローソンかなんかで買ってきてよ。うん、めんどくさいか。私もさっき会議終わったばっかりだからめんどくさいから行けないけどさ。ん？いやだから水曜日と木曜日はリモートワークだって言ったじゃん。そうだよ、会社に行く必要ないからリモートで会議するだけだって。てか1年前からそうだけど。さすがにさ、動いてくれるかな。まあいいけど。あ、そういえば会社の仲良くしてた照山さんだっけ、もうすぐで辞めちゃうんでしょ。明日だっけ辞める日。なんかいつか言ってたよね。そうだよね。なんか買ったら、せっかくお世話になってるんだからさ。ネット通販なんか普段するタイプだっけ。へえ、もう頼んだんだ。知らなかった。そっかそっか。ん？何？話したいことって。え？一回手止めて言わなきゃダメ？それって聞いた方がいい？真剣に。何？好きな人ができたの？へえ。話全然関係ないけどさ、あと3日後記念日って知ってた？もうすぐで8年目だけど。好きな人か。じゃあ別れたいってこと？そう。その人はサトシのこと好きな人なの？わかんないんだ。でも私と別れていいんだ。そっか。なるほどね。8年。っていうか30手前になる前にそれ言う？なんだったら記念日の日に結婚とかプロポーズされると思ったんだけど。違うんだ。なんかあれだね、花束みたいな恋をした的な感じの展開だね。あれ見てた時は俺は絶対プロポーズするのにとか言ってたのに、結局違うんだ。結局結婚はしないんだ。そんなに悩んだ？8年間あって。そんなに悩んだ？悩みすぎて新しい好きな人できちゃった。全然もらえないけど。そっか、まあ気持ちがないんだったら一緒にいて仕方ないよね。あ、いいよ、私この家一人で住めるほど財力持ってないし、私が出てくよ。まあいいよ、荷物ある程度必要なのまとめて友達ん家にさせてもらうから、その間物件決めたら着払いで送っちゃってよ荷物。私もあなたの顔もう見たくないし、今日はもう夜遅いから無理だけど。そう、じゃあせいぜい不幸になってね。幸せは望んでないけど。今までありがとう、お疲れ。じゃあ私2回行くね。バイバイ。動画最後まで見てくれてありがとうございました。他にも TikTok、Twitter、Instagram でやってるので見てください。 Instagram はあるあるストーリーやネタ投稿などしてるので、よかったら遊びに見てバイバイ。